買ったその日に食べてほしいはわがままですか？こっちのお腹が一番美味しく受けられる状況と違うわけじゃないですか、はい、だからこういうの一番嫌いですけどね僕ね。えどっちで？いやだからもうだってこっちの食べたいタイミングで食べたいのに、うん、今一番美味しい状態だからってこっち食べれる状態じゃないんだよっていう。でも美味しいよって持ってきてくれる恋人なんですよね。美味しいよって。だからそういう恋人だからこそ、だったら一緒に買いに行こうの方がいいじゃないですか。一緒に買いに行こうだったら、うん、なんかこっちも状態整えられるのに。そんな時間ないでしょ、うん、そんな時間作ろうよ恋人。なんでカリカリしてんの。いやあなたはどっちですか。いや私もケンタさん派です。ありがとうございます。正直ただわがままだなとか言うなよとは思う、うん、まあまあ、うん、せっかくの行為なのに、うんうん、わがままだなとか言っちゃうからダメなんだって。